おはようございます。桜咲いてますよ、見えますか？なので、あの、皆さんと一緒に桜は咲いてるっていうのを、まあ、ドイツ語で言ってみたいなと思います。で、今日はちょっとこの桜が見える感じで、まあ、動画を、まあ、作りたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。さて、桜はドイツ語でなんて言うかっていうとね、 Die Kirschblüten。 もう一回振り返しますね。 Die Kirschblüten。 Die Kirschblüten。 さて、日本で桜は咲いてますってなるとね、 Die Kirschblüten blühen in Japan。 皆さんともう一回振り返します。 Die Kirschblüten blühen in Japan。 というのはね、日本だけじゃなくてドイツにもね、桜はあるんですよ。で、前住んでた町ボンは桜があってすごい綺麗だったので、あの、日本だけじゃないけど、まあ、あの、もし4月か5月にドイツに旅行したかったら、おすすめな町はボンです。ボンのアルチタットに桜が見えるので、もしドイツ の中で桜が見たかったら、ぜひドイツのボンに行ってみてください。で、皆さんどうですか？あの、桜が咲いてるので盛り上がってますか？私だけなのかな？まあ、ということで、今日の動画は桜動画でした。ビストネスマーチュース。